新型コロナウイルスの感染拡大により東京都が要請している外出自粛に伴って今週末以降の臨時休業を発表する企業が増えています百貨店大手の三越伊勢丹ホールディングスは日本橋三越本店や伊勢丹新宿店など7店舗総合西部は首都圏の8店舗今週と来週の週末、臨時休業をします なお、大丸松坂屋や東急などは一部の店舗で食品フロアの営業を続けますレジャー産業ではパチンコのマルハンが今週末、都内全ての店舗でラウンドワンは10日まで東京と大阪の全ての店舗での臨時休業を発表しています外食チェーンでは鳥貴族や串カツ田中が12日まで直営店の臨時休業を発表しています